伊達市道の内地区には大型商業施設のイオンモールが出店を計画しています。イオンモールは今日店舗の名前をイオンモール伊達とし、オープンの時期は早ければ2026年9月になると発表しました。敷地面積は16万9000平方メートルと県内で最大規模の商業施設になる見通しで、イオンモールは施設の内容や入居テナントは決まり次第発表するとしています。出店をめぐっては建設労働者の確保などが難航し工事が遅れていましたが、イオンモールは多世代で楽しめる憩いの場を地域の皆様と競争していくとコメントを出しています。